ジッタデッラは、イタリア共和国ベネト州パドバ県にある、人口、約2万人の基礎自治体。古代ローマ時代に遡る長い歴史を持つ町で、五番路目状の街路を持つ、旧市街は、中世に築かれた円形の城壁に囲まれている。ベネト語では、シタデラ。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内のシックスは、ビチェンツァ県所属を示す。ジッタデッラには、 以下の分離集落があるチッタデラ付近には古代ローマ時代の紀元前2世紀には人が住む街が存在していた。紀元前148年にはポストミア街道が開通し、プラケンティアとアクイレアを結ぶ幹線道路上に位置することとなった。また、パタウィウムからブレンタ川沿いにアルプス山脈方面に向かう街道がちょうどチッタデンラの位置で直行しており、 交通の要所として、この地域を支配する拠点の町として使われた。5世紀、西ローマ帝国が消滅した後は、東ゴート王国の支配を経て、中世に至るまで、ランゴバルド王国の支配を受けることとなるが、この期間の記録はほとんど見つかっていない。1220年、パドヴァは、ベネツィア平野の中央付近にある、この場所に、要塞都市、チッタデッラを築き、 トレビーゾやビテンツァからの軍事的脅威に対抗すると、共に近隣の農地を支配する拠点とした。1237年から1256年の間、パドバの支配者の暴君エッセリーノ・ダ・ロマーノは、この町にも恐怖統治をもたらした。彼は1251年に、マルタの塔と呼ばれる捕虜を遊兵する悪名タ海島を作った。1406年、チッタデラは、 ベネツヤ共和国の支配下に置かれることになり、ベネツヤからのポデスタが着任した。1797年にナポレオン・ボナパルトにより、ベネツヤ共和国が崩壊し、フランス帝国の支配下に置かれる。1815年、ウィーン会議により、旧ベネツヤ共和国領は、オーストリア帝国に併合される。百六十六年、広島戦争に介入したイタリア王国は、 第三次イタリア独立戦争により、ベネト州を得て、チッタレッラは、イタリアの一都市となった。旧市街を取り囲む円形の市壁は、直径約450メートル、総延長1461メートル、最大高さ約30メートル、壁の厚さ約2.1メートルで、中世に築かれたものだが現在でも、完全にその姿を止めている。市壁には四カ所の縄文、十二カ所の塔、 16箇所の張り出し陣がある。縄文は東西南北にほぼ一致した場所に作られており、東門がトレビーゾ門、西門がビチェンツァ門、南門がパドバ門、北門がバッサーの門と名付けられている。紙壁に設けられた縄文や塔などの防御用、構造物はおよそ40メートルの距離を置いて建てられている。 死壁の外周を取り囲むように外堀が設けられていて、かつては現在より倍の幅があったようである。外堀にはそれぞれの縄文に架か,かる石像の橋が架けられているが、当初は木製の橋が架けられていた。現在、バッサーの門にある観光案内所が死壁の上に登る入場口となっていて、半時計回りに壁の上を一周歩いて見学することが可能である。 マルタの塔をパドバ門に隣接するマルタの塔は、パドバの支配者の暴君エッセリーノ・ダ・ロマーノが1251年に建てた牢獄塔で、捕虜の残虐な扱いで悪名が高かった。この逸話は、詩人、ダンテ・アリギエリの新曲でも描かれている。1992年より、マルタの塔は、青銅期時代からルネサンス期までの歴史遺物を、 展示する私立博物館として公開されている。ありがとうございます。